皆さんこんにちは。インフォビジュアル研究所の大島です。水をめぐるさまざまな問題について、図解で考えていくこのシリーズ第4回目ですけれども、前回に続いて日本が抱える水の問題についてやっています。で、前回はですね、日本の食料の自給率が非常に低くてですね、かなりの 60% 以上の食料を輸入していると。でも単にそれは食料を輸入しているだけではなくて、その背後にはその食物を作る水を使って作られた食物であるがゆえに、実は大量の水を輸入しているんだということを知りました。で、今回はその続きです。まずこの地図から見てください。これは世界のさまざまな地区の乾燥の度合いを表した地図です。茶色が最も乾燥していて、もうカラッカラ。赤が乾燥地帯ですね。アフリカの北半分とか、オーストラリア、そして中東からユーラシアの中緯度地帯、そしてアメリカの中西部がもう恒常的に干ばつに襲われているということがわかります。そこでですね、この地図にもう一つの地図を重ねてみたいと思います。これは日本の農研機構というところが作成した地球の温暖化に影響を受けてですね、農作物の生育に悪影響がこれまであった、そしてこれからもあるだろうということが予想されている地点を表した地図です。そうするとですね、赤道を中心にしてだいたい中緯度地帯が真っ赤になりますね。地球温暖化によって確実に農業生産に悪い影響が出てくるということがもうこれで一目瞭然です。そこでもう一つ地図を重ねましょう。このようにですね、一つの情報じゃなくて一つの地図の中にさまざまな情報を重ね合わせながら一つの情報として理解していく、これが私たちが目指すインフォビジュアルというものなんですけれども、それをちょっとやってみましょう。この地図の上に今世界の主要な食料生産国というのを乗っけてみましょうね。まずアメリカですね。これはもうトウモロコシと大豆が世界一の生産量を誇っています。で、次いで中国ですね。これはもうお米と小麦が世界一です。インドも意外と頑張っていて、小麦とお米が世界第二です。で、これらの国は、例外なく当然食料の輸出国でもあります。で、この地図はですね、その大切な地域が漏れなく気候変動の影響を受けて、水不足になって収穫量が減少するということがですね、もうはっきり予想されている地図になっちゃってるっていうことなんですよ。IPCC の第5次予測報告ではですね、2050年あたりで穀物価格が 30% 近く高騰するというふうに予想しています。そこでもう一度日本の現状に戻ってみましょうかね。これは前回見た日本の食料の背後にあるバーチャルウォーターの輸入国の地図ですけれども、残念ながら見事にさっきの水不足での生産減少地区と重なります。そしてこの国からの輸入で最も多いのが、なんと日本の場合に大豆と小麦です。その自給率に関して言うと、大豆などの豆類がわずか 7%、穀類の小麦が 12% です。さて、これで一体どうなるのかなっていうのが、問題です。いかがだったでしょうか。ありていに言うとパンであるとか、日本人の食の非常に重要な部分である、大豆由来のものがですね、それを作っている食料基地であるアメリカとか中国とか、そこが非常に水の問題で、生産性が落ちていくことがもうはっきり分かっていると。で、これはですね、脅しで言ってるとかそういう話ではなくて、世界中に今スーパーコンピューターがいくつかあるんですが、5つぐらいあるんですが、それで地球モデルっていうのが作られていて、でそこでもう世界中の気象学者がですね、寄ってたかってシミュレーションをしているわけです。でそれがどんどん精度が上がってますよね。でそれがこの前の IPCC の、第5次報告になってるわけですが、そこでもうはっきりとこれは食料危機に関してはもう明言されているわけですね。でところが日本の現状はどうかという話になってくるわけですけれども、これまで日本はですね、全部この問題をお金で解決してきたわけですよ。
まあ食料自給はまあいいよ、金があるから買ってくればいいんだよということでですね、ずっとやってきた。ところが今振り返ってみると、日本の生産性も含めてですね、日本人の所得って世界で17番目ですよ。そんな金持ちじゃない。国自体ももう疲弊していって、そこでですね 30% 近く穀物が値上げすることが分かっている段階で、今のような安い食料が入るかっていうことなわけですね。でそんなことがですね、まあ、僕らはいいよって言い方はすごく悪いけど、今の若い子たちが大変なわけだ。50歳ぐらいの時には確実にそういう世界が来ちゃうっていう、これを今どうするのっていうね、この地球の温暖化の問題に関してどうするのっていうことがもう下級の問題としてあるっていうこと、それはもうまさに水の問題であるということをですね、まあ、ここでお伝えしたいなと思っているわけです。で、次回はですね、水の問題最後なんですが、感染症と水の問題ですね。これもいわゆる昔ね、ロンドンという町がめちゃめちゃコレラに襲われた時に上下水道がどうなったのかという話をしたいと思います。それでは次回お楽しみに。失礼します。